e-tax で利用される接触型 IC カードリーダーライター e-tax とは国税庁が運営する国税にかかる申告申請納税にかかるオンラインサービスの愛称である正式名称を国税電子申告納税システムというオンライン通信にはインターネットを利用しているシステムの開発運用保守は国税庁が NTT データに 業務委託している。e-tax から連動した電子納税には p a y e a s が活用されている。e-tax にはいくつものセキュリティが施されており、中でも利用者の公的個人認証サービスによる電子署名が大きな特徴である。2011年度の利用率は重点15手続きで52.7%、所得税申告で43.7%、 法人税申告で65.4%、法定調書合計表で68.5%で、あるの利用率は2011年に77.2%であった。2015年度の法人税申告件数のうち、約75%が利用したが、資本金が1億円以上の大企業は、約52%にとどまっている。中小企業は、税理士が、 経理書類をもとに申告書を作成し、電子申告するケースが多い。しかし、大企業は独自の経理、会計システムを構築しているため、電子申告を使わないケースが目立つ。領収書などの書類を紙で決済する文化が根強く、ある紙での地方税申告を求める自治体があり、すべて紙で対応しているなどの事情もあるという。e-tax の利用時間は月曜日く。 金曜日の午前8時30分から24時。ただし、所得税確定申告期については24時間の受付を実施している。また、e t a x とダウンロードコーナーの運転状況を公式サイト上にて告知している。利用状況についての過去の記録は公式サイト上にて PDF ファイルにて告知されている。例は3年4月現在、 大法人の法人税等の申告について、電子申告の義務化を法制化されている。コロナの影響による電子申告利用の加速もあり、e-tax の利用状況率向上へとつながっている。特にその迅速性、効率性から法人や税理士による利用が増加している。国税庁は e-tax の個人納税者への普及に努めており、利用による申告の迅速、 簡易さが強調されている。しかし現実には特に利用前のパソコンでの電子申告に関わる事前セットアップが利用者負担の面で多くの障壁があり簡単に申告できるとする国税庁の PR との底が生じている。簡便化と利用促進を図る国税庁との間には様々なコンピュータ犯罪の可能性や それを背景として立法された行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の存在も影響を及ぼしており、これらが互いに相反し矛盾する関係にあることも祖母が生じる大きな要因の一つとなっている。これらのデメリットを解消するための施策の一環として、平成19年度から全国の税務所及び申告相談センターにおいて各税務署等が 代理送信をする設定としたパソコンを用意して、電子申告の体験版といえる、初回来所型電子申告主体の確定申告相談会場を設置し、パソコン操作に不慣れなものに対しては、国税庁職員やアルバイトがパソコン操作を補助する試みを行っている。平成19年度の利用率の急伸の背景には、この制度によるところのものが大きい。また、 平成19年度ではあくまで体験版であり、翌年以後は自宅で電子申告をという趣旨のものであったが、前日の通り自宅で電子申告を行う際のセットアップにおけるハードルの高さは依然として改善されていないため、平成20年以降も連年税務所等に来て電子申告を行っても良いと、前年までのスタンスを変えた対応を取らざるを得ない状況となり、 新たな問題も生まれている。平成22年からは、パソコンの操作が少しでもできるものは、可能な限り自分でパソコンを操作して送信するスタンスで確定申告指導を行っており、主に勤労世代に対して、翌年以降は自宅のパソコンで申告するよう呼びかけ、確定申告期の税務署来所者の削減を図る方針が取られている。非接触が大事、カードリーダー、 ライタとマイナンバーカード、ありがとうございます。